皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学3年生の夏季講習歴史第9回、今回は近世ヨーロッパと日本について復習します。大きく3つに分けます。ヨーロッパ文化の動き、大航海時代、そして日本とヨーロッパについてです。では始めていきます。ヨーロッパ文化の動き、14世紀から16世紀にかけてヨーロッパでは古代ギリシャ、ローマの文化や芸術を復興しようという動きが生まれます。これをルネサンスと言います。そして宗教では、ドイツ人のルターがカトリック教会の腐敗、特に免罪符の販売、これを批判して宗教改革、これを行うんですね、始めます。この免罪符というのは何かというと、お札で、このお札を開催すれば今まで犯した罪は全て許されると、ね、そういうものでした。これはおかしいですよね。エルターはこのキリスト教を信じるということは、聖書を信じる、聖書の中に書いてあることだけを信じて行動していけばいいんだと、このように主張します。そしてこのルターの宗教改革、これを支持する人たちはカトリックを離れてプロテスタントと呼ばれるようになっていきました。そしてカトリック教会、ヨーロッパで力が弱くなっていったので、これを立て直そうとする会ができました。それがイエズス会です。このイエズス会は特に海外での布教、これに力を入れました。このイエズス会の人で日本に来た人がいます。そうです、このフランシスコ・ザビエルですね。このザビエルが日本にこのカトリックのキリスト教、これを伝えたわけです。ではもう一度復習すると、14世紀から16世紀にかけて古代ギリシャやローマの文化、芸術を復興する、この動きを何と言いますか。これはルネサンスですね。ルターが始めたものは何ですか。宗教改革。この宗教改革を支持する人たちは何と呼ばれましたか。プロテスタント、カトリック教会の中でこのカトリック教会を立て直そうという会が生まれました。それは何ですか。イエズス会。日本にキリスト教を伝えた人は誰ですか。フランシスコ・ザビエルと、こうなりますね。では大航海時代に移ります。大航海時代で出てくる人物は3人しかいません。コロンブス、バスコ・ダ・ガマ、マゼランです、ね、ヨーロッパではアジアの香辛料、特にインドに行くんですけれど、アジアの香辛料を手に入れるために新航路、この開拓に、乗り出します。でコロンブス、この人はイタリア人なんですけれど、スペインの協力を得て大西洋を西に進んでインドに着こうとします。でもインドには着きませんけれどね。でアメリカ大陸の西にある島にたどり着きました。コロンブスはずっとそこを死ぬまでインドだと信じていたということです。そしてバスコ・ダ・ガマ、これはポルトガルの人ですけれど、この人は、アフリカ大陸の南端、喜望峰というところを通ってインドにたどり着く航路を発見しました。そしてマゼランの艦隊が初めて世界を一周しました。マゼラン自体は途中で亡くなってヨーロッパに帰ってこなかったんですけど、この人スペイン人ですね、スペインに帰ってこれなかったんですけれど、この最初マゼランが率いた艦隊が世界一周をしたんですね。大航海時代で出てくる3人といえば、コロンブス、バスコ・ダ・ガマ、マゼラン、ね、アメリカ大陸の西の島に着いたのはコロンブス、アフリカ大陸の南を通ってインドに着く航路を発見したのはバスコ・ダ・ガマ、世界一周を達成したのはマゼランの艦隊、こういうことになります。そして日本とヨーロッパです。中国船で種子島に流れ着いたポルトガル人、この人が日本に鉄砲を伝えました、ね、この鉄砲が伝わったことによって戦、この形が変わっていったんですね。そして16世紀後半に行われた日本とポルトガル、スペインとの貿易、これを南蛮貿易と言います。種子島に流れ着いたポルトガル人が日本に伝えたものは何ですか。
鉄砲。16世紀後半、日本とスペイン、ポルトガルが行った貿易は何と呼ばれますか？南蛮貿易と。こうなりますね。では全体を通して復習をしますと。14世紀から16世紀にかけてヨーロッパで起きた古代ギリシャやローマの文化芸術を復興しようという動きを何て言いますか？ルネサンス。ドイツ人のルターが始めたものは何ですか？宗教改革。宗教改革を支持する人たちは何と呼ばれましたか？プロテスタント。カトリック教会を立て直そうとしてできた会は何ですか？イエズス会。日本にキリスト教を伝えた人物はフランシスコ・ザビエル。大航海時代に出てくる人物3人は誰ですか？コロンブス、バスコ・ダ・ガマ、マゼラン。アメリカ大陸の西の島にたどり着いたのはコロンブスと。アフリカ大陸の南端を通ってインドに着く航路を発見したのはバスコ・ダ・ガマ。世界一周をしたのはマゼランの艦隊と、ね、船隊。こういうことになりますね。そしてポルトガル人が日本に伝えたもの、種子島に流れ着いたポルトガル人が日本に伝えたものは何ですか？鉄砲と。16世紀後半、日本とポルトガル、スペインが行った貿易は何と呼ばれますか？南蛮貿易と。今日はこのような学習をしました。皆さんはどうぞ、この動画を参考にして教科書とか問題集、ね、参考書見ながら歴史の復習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。